リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。はい、ということで今回は、タイトルにもちょろっと書いてあると思うんだけれども、 YouTube を見てくださっている皆様に少し、今やっている活動だったりっていうところをしっかりお話ししたいなと思って動画を撮っています。プラスちょっとね、新しいことにも挑戦してみたので、そちらも皆様にお届けできたらなと思っております。はい、で、まず1個目の YouTube を見てくださってる皆様へっていうところなんですけれども、YouTube だけ見てて Twitter 見てないよっていう人が結構いらっしゃると思うので、最近やっている MMD だったりっていう部分の、やっている内容をお話ししていこうかなと思います。はい、その前に1点だけ注意点。今回も例のごとく一発撮りなんでお許しください。はい、まあ一発撮りの理由なんだけれども、あの私リンとは台本とか書いて読み上げると嘘っぽく聞こえるというのがすごい多いんで、台本とか書かないで今思ってる言葉をそのまま言葉を紡いでやっていくのでよろしくね。なのでやっぱりちゃんと私の言葉で喋っていきたいんでよろしく。はい、ということで先ほど言っていた今やっている活動とかのお話なんですけれども、 YouTube だけ見てくださってる方だと最近 MMD の動画とか、あといろいろなリントの姿とかっていうのを急に動画が上がって、なんかいつも雑談とかさ、ゲームとかやってたけどどうしたってなるじゃん。だからなんでああいう動画を上げてるかっていうところなんだけど、一つ私の中でやってみたい夢があって、それのための架け橋であります。はい、架け橋なのでそのために頑張っております。で、何をしたいかっていうと、私、学生の時だったり、ちょっと前のお仕事の時なんですけど、自己紹介動画でも上げてるんですけど、昔、村上隆さんの、開会危機の札幌のスタジオ、ポンコタンっていうところで、一応 3D モーションデザイナーというのをやっていたんですね。で、はい、ちょっと体調崩して辞めちゃったんだけれども、そういう活動が本当はすごいしたくって、で今後もそういう活動を少し興味があるんですよね。なのでちょっと PV を自分で作ってみたりとか、バーチャルな自分の姿を手に入れたので V 活にね、ダンスが来たんですよ。この間こうやって踊ってたと思うんだけど、こうやってで、あれも来たので、そういうのを利用しながら何か1個 PV とかそういうのをちゃんとエフェクトも追加していろいろやってみたいなって思ったので、それをやるための動画の勉強をしてます、自分なりにね。はい、っていうところにはなるので、皆さんそういう活動を応援してくれたら嬉しいなと思います。ちょっとね、いつかは自分で曲を作ってみたりとか、歌はあまりお上手じゃないんだけど頑張って歌ってみたりとか、あとこう音楽に携わるような活動もちょっとやってみたいなって思っているので、よかったらそちらの方もご覧いただければなと思います。はい、っていうのと、しっかりね、YouTube 上でお話ししたことがなかった私の活動についてどうしたいのっていう部分なんだけど、ちなみに今までは活動方針がほとんどありませんでした。なのでゲームの実況を上げてみんなが見てくれたらいいなとか、とりあえずある某ガングレビューアーさんに憧れてガングレビューを始めてみたりとか、いろいろやってるんだけども、どの動画もどちらかというとはいはいみたいな、そうねみたいな感じの動画になっていて、何がしたいのかっていう部分がね、明確には特になかったです。とりあえず動画を上げたいなっていうだけで活動をしてました。なんかみんな見てくれたらいいなぐらいで。でも最近、VTuber として活動を始めてからなんですけど、そうですね、この界隈っていう言い方はあれですが、ここの世界にドビャーンって入ってみてから結構楽しく活動ができているのと、こう皆さんといろんなことをできるようになったのと、私の押せる部分っていうのが見えてきたんだよね。だからそこの部分を押しながら皆さんにそれで活動していきたいなっていうふうに
ています。はい、ということで何をするかっていうと、私のこのテンション、元気、明るさっていう部分を武器にみんなにね、テンションの暴力していくからよろしく。はい、なので今までは特にこれしたいとかあれしたいっていうのがなかったんだけども、私の元気、テンションっていうのを武器に、またこの人の動画見たいなとか、ま、この人の動画見てたら元気になるなとか、寂しい時とか悲しい時って絶対あるから、そういう時に見たいって思われるような存在を目指しながら動画を撮っていきます。なので私のこのテンションってみんなに暴力していくからよろしく頼むぜ。こうやってなのでよろしくね。はい、っていう部分です。はい、今までは特にそういう活動法じゃありませんでしたけど、ここの世界に飛び込んでみて、でバーチャル YouTuber さんとかもちょっと見るようになった時に、私が感じたのは、あ、この人の動画ちょっとまた見たいなとか、あ、なんかこの人見てると落ち着くなとかっていうのがあるから、そういう存在を目指しながら頑張っていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。みんながね、私の動画を見て少しでも元気になってくれたりとか、やりんちゃんの動画見てると元気になるんだよねって言われるようになりたいです。みんなコメントとかしてってね、そういうので私もっとみんなに元気与えられるようなことしていくんで、よろしく。はい、っていうのと、もう一つはコミュニティの形成をしてみたいんですよ。で、コミュニティの形成っていうとあれなんだけれども、視聴者さんともだし、あとは同じようにバーチャル YouTuber やられてる方とでもいいんですけれども、ゲームだったりコラボ配信、あとは生放送、あとは、まあ、コラボ雑談生放送とかね、あとは全然雑談突してきていいよみたいな放送とか、いろいろしてこう皆さんファンというとあれだけれども、一視聴者さんも一緒に、あとは一実況さんも、一 VTuber 様も、皆さんが楽しんでいけるような環境づくりっていうのをしていきたいなと思っております。なので私のチャンネルにいっぱい来てもらって、いっぱいお話ししたりとか、一緒に雑談しながら、いや、この間のあれがこうでさっていうようなたわいもない話とかをしていけるような関係を築いていきたいなって思っております。で、結構たまにツイッターを見てるとね、目にするのが VTuber 引退とかっていうところがあるんだけど、まあお金の関わる部分でもあるから、有名 YouTuber さんとかそういう事務所っていうのに所属している人っていうのは、まあ、仕方ない部分もあるのかなって思うんだけれども、個人で楽しまれてる方に関してはもう気長でもいいし、ゆっくりでいいと思うから、いろんな活動していってほしいなって思ってます。せっかくこの楽しいね、世界に飛び込めたわけですし、皆さんが楽しく平和に明るく前を向いてやっていけたらいいんじゃないかなっていうところです。私も私なりのスピードでいろんな動画をやってみたり、私なりに皆さんにお届けできるものっていうのをやりたいので、皆さんも VTuber やられてる皆さん、お友達の方々もゆっくり自分のペースでいろんなことをしてもらったらいいんじゃないかなって私は思ってます。はい、まあ有名になりたいとかもあると思うから、そういうところもみんな私は応援していきます。私も有名になりたいっちゃなりたい、正直ね。でもね、私は有名になる前にみんなと元気に明るく楽しく前向いていろいろやっていきたいっていうのがまあ一つかな。うん、有名にはなりたいよ。チャンネル登録だって1000人超えたりとか1万人超えたりとかしたいし、再生数もなんかすげえうっとっとどーんみたいな感じにやりたいし、あとね、なんかいろんな有名な YouTuber さんとかとコラボしてみたりとかさ、ね、あと広告貼れてなんかお小遣い稼ぎできたりとかしたらもうめっちゃ最高だけど、まず大事なのって楽しんでこの活動をやることが私の中では重要だから、楽しみながらこの活動をやっていきます。だって私別に違う仕事してるからね、その仕事はその仕事で頑張る、やりたくなくても頑張る、やりたくないとか言ったら怒られる、ごめんなさい、すみません、すみません、本当すみません、関係者各位、本当申し訳ないです。はい、そういうの一体置いといて、ね、この活動この活動で楽しくやって、皆さんといろんなことというのを、まあ、私生活のメリハリ、楽しさみたいな感じでやっていきたいなって思ってます。はい、という3つですね、3つですね。なので TV 作りたいよっていうお話と、なんか元気与えられるような活動したいよっていうのと、
元気与えられるような活動してあげようっていうのと、なんだっけ、コミュニティを作る、もうクソだな私、コミュニティを作りたいよっていうのと、元気与えるようなことしたいよっていうのと、 PV 作りたいよっていう感じで、なんかその辺を頑張って活動していくんで、皆さんこれからもチャンネルを応援してください。このリンリンパロレルをね、応援してください。私を応援して、あーでも私だけじゃなくてみんなも応援してあげてね。はい。で、まあよかったらね、拡散とかチャンネル登録とかいろんな方に勧めてみて、変な人いるよって、なんかね、頭おかしいやついるから見てみて、なんかね、見てると元気になるよみたいなぐらいで紹介してみて、よろしく。はい、っていうところです。そしてもう一個、今回はね、その1個目に言った PV を作ってみたいっていうところに合わせて、ちょっと面白いのかな、どうかな、動画を作ってみたので、そちらの方も一緒に紹介していきたいなと思います。ちょっとその動画を出来上がる経緯だけ先にご説明させていただきます。はい。ツイッター上で最近私が仲良くさせていただいています倉木さん、以前、紹介動画にも上げさせていただいた方で、紹介動画とかいろいろ私の今までのこととか一旦この概要欄に貼っとくんで、よかったら見てくださいね。はい。倉木さんとお話をして、まあ、私はよく呼んでる呼び名で見ましょう、倉吉とお話をさせていただいていて、今回も使ってるんだけど、挨拶として使わせていただいてるリンリンハローパラレールっていう挨拶が、変身のなんか魔法少女とかの変身の掛け声っぽいよねってお話をしてて、ああ、そうね、ぽい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 っていう話をしてて、本来そこで終わってたはずなんだよね。で、なんかそういうの作ったら面白そうだねくらいは言ってたんだけれども、作る気なんて最初そんなになかったんだよね。作れる気しねえなーとか思いながら。で、なんかね、PV 作ってみたいっていうのとかいろいろ考えてたうちに、できちゃったのよ、それが私。作っちゃったのよ、なんか。で、今回それを動画にしてみたから、よかったら見てみてください。はい。ちょっとここからは私、リントがお着替えするので、少々お待ちください。ルル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 ーン。リンリンパラレル。フォー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 。お着替え完了。どうも、バルタン少女、リントでーす。イェーイ。そう、この格好でね、現れるのは初めてだよね。私はバルタン少女のリント。ひょんなことから魔法少女になったんだよ。わあ、なんか揺れている。わあ、なんだなんだ、また怪獣が暴れてる。行かなきゃ。リンリンハローパラレてってれー。そう、私は魔法バルタン少女のリントだよ。はい、ということで、はい、変身動画でした。はい、どうだったかな。私は魔法バルタン少女になりましたよ。魔法バルタン少女系 VTuber っていうのもあり、もう意味がわからないよね。何系 VTuber？ 私は明るいアホ系 VTuber です。明るいアホ系 VTuber を目指してこれからも活動していくんだな。アホだよ、よろしくね。アホだよ。でもアホアホ言ってるとな、なんかアホなのみたいな感じになるから、なんだな。まあなんか楽しく明るくやっていくよ。なんとか系 VTuber とかないな、ないな。リアルとバーチャルな存在、まあでもいいや、何系 VTuber とか特にない。楽しい系 VTuber です。よくわかんないや。はい、ということで今回ね、こういう形でバルタン少女を、魔法バルタン少女に変身してみました。今後なんかこれでシリーズ的に動画とか撮って、なんかちょっとしたアニメーション作れたらいいなって考えてます。はーい、なんかこの姿でこうゲームしてみてもいいなと思ってます。いろいろやっていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。ということで今回は
最初にお話しした3つのお話と、今回のこの魔法少女バル、魔法バルタン少女の、変身動画でした。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。